はい、ゲームコレクターの酒缶です。チャンネル登録よろしくお願いします。今週発売されるパッケージゲームをサイトでチェック。今回チェックするのはサンソフトイズバックレトロゲームセレクションということで、こちら普通のここの、ね、サイトではね2024年4月18日発売ってあるんですけど、これはダウンロード版の発売日ですね。パッケージ版はこのタイミングで出てないんですよ。ということで、まあいろいろこう書かれてるんだけど、まあ情報だけね、っていうかファミコン版はね、こう、感触玉投げ勘太郎東海道53次。で、マドゥーラの翼。で、リップルアイランド。で、当時としては、この2つは三電子のパッケージっていうか、まあなんですけど、まあ、ナンバリングもある、並んでるんだけど、このリップルアイランドは当時ね、発売元がね、多分これは任天堂との契約で、1社3年間3本とかね、まあわかんないけど、なんか何かしらの制約があって出せないからか、東海エンジニアリングってところが、こう、発売元になってるんですね。ということで、東海エンジニアリングの1番なんですね。ということで、よくあるサンソフトさんの、カートリッジの形状っていうのが、まあ、こういうね、形だったんですけども、リップルアイランドはね、普通の任天堂とかで出してるような形なんですよ。というようなことを踏まえた上で、踏まえてないな、関係ないな。一応ゲーム内容ね。はい、収録作品。リップルアイランド。まあ、だからリップルアイランドを割とメインに扱ってるかなってところかな。これ、頭に来てるってことは。発売順じゃないんだもんね。どこかの海の上にある平和な島、リップルアイランド。ある日、その島を治めるドテーラ王の一人娘、ナサレル王女が皇帝ゲロゲールと名乗る魔物にさらわれ、魔物による島の侵略が始まった。ドテーラ王はすぐさま島の住人たちにお触れを出す。ゲロゲールを倒した勇者には相応の褒美と王女との結婚を約束する。島外れに住む少年カイルはこれを一攫千金のチャンスと考え、すぐに、旅の支度を整えて出発するということで、なんか割とこうね、ほのぼのした動物たちと共有しているほのぼのな世界みたいなビジュアルなんだけど、ストーリーは割とね、こうなんか目ざとい少年が冒険に出る話だったりするわけですよ。だ多分プレイしないでこれだけ見てる人とか、いきなりゲーム始めちゃった人とか、なんかもうビジュアルからね、だいぶほのぼのしたゲームのように思わせといて、結構ね、ひどい、エンディングがひどいっていうか、結構扱いがひどかったりね、結構謎解きがひどかったりする部分もあったりするけど、まあアドベンチャーゲームでね、こうビジュアルのアイコンでこう選んで対するタイプのゲームって、まあ当時ならではのところもあるんでね、これはまあとりあえずそういうところで、まあ、3作の中では割とこう異色な感じで、あとは巻き戻しとかセーブは重要なんだけど、巻き戻しがいるかどうかはよくわかんないようなゲームだよね。はい。で、2つ目、感触玉投げ勘太郎の東海道53時。まあ、こちらね、よくね、まあ、アトランティスの謎のね、次に出たこともあって、割とで、ね、和風なんで、でアトランティスがあれだけね、ちょっと凄まじいインパクトのゲームだったんで、まあ大体頃って85年に出た一期と86年に出たアトランティスの謎、この2つがね、ちょっとインパクトがありすぎて、まあそういう意味ではちょっと影に隠れがちなんだけど、割とゲーム内容的にヘビーなのはむしろこっちかなというところで、まあ、アトランティスは結構こうワープしていくじゃないですか。でもこれは基本的に順番に行かなきゃいけないんだけども、結構ヘビーで大変なんですよ。ということ、これはね、巻き戻しとかあるとすごい便利でいいなっていう感じのゲームです。まあ、これレトロフリークじゃねえや、バーチャルコンソールで、ね、セーブかませながらやってても、ここでセーブしちゃったせいで、この後死ぬじゃんみたいなことがあって結構厳しかったんで、巻き戻しは結構ね、有効だと思います。感触生投げ勘太郎の東海道53世。勘太郎の言い名付け桃子ちゃんが江戸で待っている。特製の花火を江戸で打ち上げるべく東海道の道旅に出た勘太郎。しかし鉄砲を密造する悪徳商人ゴーザエモンが勘太郎の花火細工の技術を横取りしようと資格を送り込んできた。
カンタロウは無事桃子ちゃんの待つ江戸へたどり着けるのかっていうか、なんかある意味桃子ちゃんが人質に取られたら終わりやんみたいなね感じがしないこともないんだけど、なんかとりあえずこう捕まらないように逃げてくで戦っていくみたいな、そういうストーリーがあってね。でしかも なんか鉄砲での密造以前にこっちはもう花火でね、こう敵をやっつけてしまうというね。こっちはこっちでやばいんじゃないかっていう、まあちょっと、やばい人同士の対戦な感じなんですけど。まあ一応、そういう内容も含めて結構ヘビーな内容かなというところです。で、3作目。これ、マドゥーラの翼。これがね、多分ね、この3本の中で一番ヘビーなゲームですね。ヘビーっていう、東海道の方がアクションとしてヘビーなんだけど、こっちはこっちでまたヘビー。だからヘビーなゲームばっかなんだよね。はい。マドゥーラの翼、戦いの時が来た。ラメール一族の、裏切り者ダルトスはマドゥーラの翼を使って魔物の群生を、召喚し、この世を支配しようと企てた。ラメール一族は勇敢にも魔物たちと戦うも一人、また一人と倒れて行き、やがて残ったのは一人の少女ルシアのみとなる。一族最後の生き残りとなってしまったルシアはマドゥーラの翼を取り戻すため、ダルトスが潜むアレックス城へとたった一人で立ち向かうのであったということで、まあこれに関して言うと、まあアクションゲームとして厳しいのは感触玉投げカンタロウなんだけど、マドゥーラもアクションとしても厳しいんだけど、これはアクション RPG だから、いろいろ、てかアイテムを取ることでいろいろこう成長したりする要素があったりするんですけど、まあそういうの含めて結構厳しいかな。だから、まあこれこそね、セーブをかまして、こう、長く遊ぶゲームってところはあるかなと思います。ということで、機能紹介ね。どんな機能があるか。カセットモデルビュー。まあこれはさっき言ったようにね、カセットをね、まあ見れるって。見てどうすんのかよくわかんないけど、見れる。カセットモデルを眺めよう。リアルに再現された当時のカセットモデルを360度余すことなく見れるぞ。で、セーブ機能。いいところなのに、ゲームをやめなきゃ。電源はそのままポーズして、テレビ画面だけ消して、そんな必要はありません。本作はセーブ機能も実装。いつでもどこからでも始められるぞ。だこれで何個かセーブして、こっちダメだったら、A ダメだったら B みたいな。で、進めて一個こうセーブして、こう戻ってもできるんだけど、本当にその戻る機能が欲しいんだったら巻き戻し機能があると。失敗した、そんな時はちょっと巻き戻し。難しい箇所もすぐにリトライできる便利な巻き戻し機能も実装ということですね。で、ギャラリーモード。マドゥーラの翼、東海道53月、リップルアイランドに関する貴重な資料たちを収録。当時のイラストが、原画や企画書、未公開のイラストなどサンソフトオフィス内に残されていたものを余すことなく一挙収録しました。まあ、ある意味、ここかもね。資料をみんなが見たいと思うゲームは何かってところでこうやったのかもしれないけど、ある意味アトランティスの謎の資料とか見たいよね。そう、いかにして100面の管理をしてたか、管理できてなかったかっていう資料が個人的に見たいなと思うんですけどね。ということで、まあこんな感じなんですけど、これね、一応こう今通常版のパッケージ版の発売予定が、2024年10月10日なんですけど、で、その豪華、これはサンソフトファンボックスっていうのがこの下に出てるこれなんですけど、ニンテンドースイッチソフト、まあソフトが入ってて、で、ネックストラップで、マドゥーラの翼ラバーホルダーとパスケースと、復刻レトロコミックセレクション、これはあれかな、ワンパックコミックかなのマドゥーラの翼と、これは、あれか。え？これリップルアイランドか。あ、でも全部入ってるのか。東海道53釣りも入ってるのね。うん。で、あとは、ロゴ入りブリスタープラスファミコン風特製ボックスに全部入ってのお届けということらしいですね。ということで、まあ、個人的には、まあ、ファミコンでやると、リップルアイランドはまだどうにかクリアしやすいと思うんですよ。アクションじゃないしね。ただ、東海道53次のマドゥーラの翼は、実地でプレイすると結構
てかなりっていうかやばいほど大変だと思うんで、もしあの今までバーチャルコンソールとかね、あと任天堂スイッチオンラインとかそういうところでも特に触れてないけど、どうにかしてクリアするための手段が欲しいって人は、まあこれを買うのが一番いいんじゃないかなという気がします。はい、ヘビーなゲームです。はい。